その札を通して俺の資格を貸してやる。俺の資格があれば奴らの攻撃が矢印になって見える。さっさと鬼どもの首を切れ。すごい、そんなことができるのか。ありがとうございます。耳飾り、あいつを倒せばあのお方が褒めてくれるの。うん、さっさとカルトしよう。ユズワさんのおかげでマリの軌道は見えるようになった。あとは俺が対応すれば。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。気をつけろ。コスも油断するなよ。もし本当にそいつらが十二鬼月なら、まず間違いなくお前が今まで倒した奴らより手強いぞ。はい、わかりました。気をつけつつ、少しも油断せず、まず倒す、今まで。はい、頑張ります。おい、すさまる。もう少し頭を使って戦うことはできんのか。わしの着物が塵で汚れた。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。うるさいの。着物は汚れておらぬ。死んでる。しぶといやつじゃの。もっとだ。もっと体を動かせ。素早く対応しろ。トマヤ様、あいつをおとりにして逃げましょう。え？冗談です。雑魚の分際でやりよる。そうでなくてはの。ん？そちらにいるのは逃れ者の玉代ではないか。これはいい手土産じゃ。ヤハバ、首を4つ持ち帰ればよいのかの。違う、2つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの2人はいらぬ。ふん。鬼狩りの首を取る前の余興じゃ。先に女の首を取ってやろうぞ。さあ死ね。禰豆子、やれるのか。確かに禰豆子が片方を相手してくれれば俺ももう一人に集中しやすいけど、いや、悩んでいる時じゃない。今はやる時だ。禰豆子、一人を頼む。俺はもう片方をすぐに倒す。それまで持たせてくれ。ふん、私の相手をするつもりか。愚かよの、愚かよの。私で体中に風穴を開けてやろう。邪魔じゃ。やるの。本気の本気で相手をしてやろうぞ。このマリはよく知らない。粘りよ、粘りよ。面白いの。存分に遊び倒してやる。私の全力を止められるものか。バラバラにしてやろうぞ。こんなことありえぬ。私がこんな
小娘に苦戦するなど。サザエ様、これは本気の本気で相手をしてやろうぞ。禰豆子さんの力、出ますよ、珠代様。ええ、しかし相手も鬼、このままではいたずらに時間が過ぎ朝を迎えてしまう。私が何とかしなければ。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。これはもう残酷に。焦るな、焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい、見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。しかし見れば見るほど薄汚い子供じゃ。わしのそばに寄らせはせんぞ。俺を近づけまいと矢印を放ってくれ。惑わされるな。前に前に進む。どうだ。薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横水ゲルマー。
やった。くっ、おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。あ、しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の方、打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車、滝つぼ、水面蹴る、しずく波紋突き、ねじらうぜ。あばらと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼物児の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいでよかった。すみません、禰豆子、禰豆子、離れるんだ、失礼だから。ありがとう、禰豆子さん、ありがとう。生きたいと思いますか。本当に人でなくなっても生きたいと。このまま病であなたは命を落とすでしょう。ですが、人で亡くなることは辛く苦しい。私たちはこの土地を去ります。鬼物児に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか。え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに
預けた方が根津子のためにも。珠代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう二度と。わかりました。では武運長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは珠代さんも石郎さんもお元気で。行くよ、禰豆子。炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。